米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は5日日本時間6日敵地で行われたシアトル・マリナーズ戦に3番投手兼 DH で先発出場投げては6回3安打1失点8奪三振と111球の力投を見せ打っても2打数1安打2四球で自らを援護する1打点も挙げて4対3の勝利に貢献今季初勝利をマークした 敗れたマリナーズの地元メディアは大谷のタイムリーが違いを作ったラスト3回で5奪三振と称賛している勝利を自ら手繰り寄せた1回に1点を許した大谷は3回終了までに6四死球を与えるなど請球に苦戦したしかし4回を1安打に抑えて立て直すと尻上がりに調子を上げ5回と6回は三者凡退に抑えた打撃でも 降板後の7回第4打席では2アウト1・2塁のチャンスでレフト前にタイムリーを放ち自らを援護投打でチームを盛り立てたこの試合大谷がマリナーズの主砲テオスカー・ヘルナンデスに謝罪する場面があった3回マリナーズの攻撃2アウト1塁打席に迎えたヘルナンデスに対する3球目胸元をえぐった151キロのツーシームを避けきれずに右腕の内側へのデッドボールとなった ヘルナンデスは苦悶の表情でベンチから飛び出したトレーナーの治療を受けた乱調の二刀流に地元ファンが不満の声を上げた続く打者へフォアボールを与えツーアウト満塁のピンチを背負った大谷だったがこちらも前夜にホームラン2本を放っているポロックを3塁ごろに仕留めてガッツポーズしかしそこで意気揚々とベンチに戻らないのが大谷だ2塁から3塁への進塁を試みた後 ベンチに戻ろうとするヘルナンデスとすれ違いざまに大谷が言葉を発する総理謝罪の言葉にヘルナンデスが小さくうなずく長いシーズン怪我の怖さは十分に知っている敵同士ではあるがリスペクトの気持ちは絶対に忘れない一点を争う接戦の中で見せた心和むシーンだったドミニカ共和国生まれのメジャー9年目のベテラン外野手ヘルナンデスは試合後の会見で 翔平はいい男だよわざとじゃないのは分かっている何も問題ないと語っていたまた大谷の今季初勝利を米メディアが称賛しているマリナーズの本拠地シアトルの地元メディアシアトル・タイムズは試合後マリナーズが接戦を落としエンゼルスとの本拠地での連戦を負けで終えるとの見出しで記事を掲載大谷について多くの球数を要した最初の3回以降 大谷はラスト3イニングで1安打しか許さず6回の3者連続三振を含めその間に5奪三振をマークしたと脱帽そしてカットボールを予想以上に投げてきたとも注目していた打者としても7回ツーアウトからマイク・トラウト外野手とともに2者連続タイムリーを放ち粘り強く自ら決勝点をもぎ取った大谷記事では特大のホームランではないが マイク・トラウトと大谷の緩い当たりのタイムリーが違いを作ったと称賛されていた米メ,メディアジガスレチックは過去7回は勝利のたびに大谷は自分の出番が終わろうとしていることを察知しているという終盤で全力を出し切るため大谷が最後の打者と対峙している時に三振をしないのは非常に難しいことだと表現続けて彼には形には表せない能力があるそれは ピンンチチやチャンスに立ち向かう力だマウンド上で投球回数が限界に達した時あるいは限界に近い時に最も明確に現れる投球を見事に終わらせる能力があると評価した驚異的な粘りを見せたことに対してエンゼルスの地元紙オレンジカウンティ・レジスターが絶賛している同志はタイトルに「エンゼルスがマリナーズに勝利」「大谷翔平荒れたスタートを振り切る」と付け 大谷は5回を投げきることができるのかどうかさえ分からなかった日に勝利を手にしたと伝えているまた大谷の行動が思わぬ形で称賛されている今期から導入された投球間の時間制限ピッチクロックは投手は走者なしで15秒以内走者ありで20秒以内での投球動作に入らなければならず違反すればワンボールがカウントされるこれについて 初回の投球後に身振り手振りを交えて主審と話していたが相手先発が投球練習用のボールがないことに気づいた大谷起点を利かしてすぐに審判のポケットからボールを取り出し渡してあげたピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏がこの映像を公開すると大谷の人間としての良さが出てる目の前の話に集中しつつも周りにも気づくアンテナの広さだね いつでも周りに気遣いできてる優しい大谷さんまるで子供がいたずらしてるみたいだね何をしても可愛いい例えるとすれば優しいすりかな盗めないものなどない男彼は球界に楽しさを与えてくれると心温まるファンが続出していた。